ジャンタマガン。やめろ。私最初からいたんだけど。にょにょ。どういうこと？そんなこと言われても、あなた十二夜までどこにもいなかったじゃない。ユズみたいに最後にポッと出たわけでもないし。そんな言い方ないのだ。本当よ。これからそれを証明してみせる。この腕輪型タイムマシン九死九杯を使って。タイムマシンって冗談きついわ。時間は運命と同じ。逆転することはできないわ。そんな言い訳しなくても別にいいにゃ。来期頑張るに、ね、ゃ。本当なの。量子もつれおよび相対性理論をベースに作ってもらった友達の未来に。僕も呼んでよ。ワンジローさんたちもついてくればわかる。タイムマシン九種九杯起動。なんで私が。それじゃあみんな、またエンディングで。と。掃除。頭がぐるぐるするわん。重い。早く毒にゃん。にゃにゃ。走り込みとか時代遅れやない？オーラーも激しく同意なのじゃ。本当にタイムスリップしたのかわん。もう何でもありありに。そうなの。あれ見て。親のれんちゃんなんちゃのせい。親のれんちゃんなんちゃのせい。二段目りゃんはんりゃんめんちゃん。二段目りゃんはんりゃんめんちゃん。ファイト。あ、いたにゃん。こいちさ。そりゃあんなとこにいても映らないでしょ。メタメタな言われようだわ。この時だけじゃない。最近起こった数多くの出来事、そのすべての現場に私はいたの。来て。お腹もぐるぐるするわん。いいから早く毒にゃ。重いってば。あ、ここは。なんか知ってるとこなのかわん。あなた、あの時ここにいたの。不本意だけど、存在を証明するためにはいと言わざるを得ない。実は研究のために友人と一緒にあのビルのワンフロアをこっそり借りていて。未来、本当にこの実験は大丈夫なの？大丈夫大丈夫。途中で電源落ちたりしない限り平気平気。おい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 。うわ、もうやべえやつにゃ。マッドサイエンティストにゃ。研究に没頭してて、徹夜続きでついテンションがハイになってしまって。確かあの時このビルって。やば、今夜はついてなかったわね。もっともあなただけではなかったけど。なんだと占いや。組長に舐めた口聞いてんじゃねえぞ。ちまだ終わりじゃねえぞ。麻雀アニメで爆発に巻き込まれるわん。激しく同意にゃ。あ、俺とエインだわん。なんでトラックの荷台なんかに。いや、あれで俺遠くの山奥まで運ばれちまったんだわん。なんで。そう言われりゃなんでだわん。実はある実験過程で問題があり、不本意ながら私があのトラックを運転してて。え、なんで。自動運転セット完了。あ、動いたわん。続きを追いかけて説明するね。頼むわん。ここでお別れ。こんな山奥に人が来る確率はほぼ 0%。 もし密漁者が来たら容赦なく追い返して、あなたの縄張りを守って。実験用に密輸されたトラが不憫だったから自然に返した。一見いい話のようで、やってることむちゃくちゃね。
まるで名作ヒロイン気取りにゃ。あの虎もしかしてあの時の原因全部お前だったわね。あ、虎どっか行ったにゃ。どっか行ったも何もこの後。イエーイ。ま、過ぎたことを言ってもしょうがないわん。夜明けの孤独な星の嘆き、視界に映らぬ運命、そういうことなのかしらね。世の中知らなくてもいいこともあると思うにゃ。証明完了。でもなんだか複雑。さ、帰ろ帰ろわ。ただいま。これで私が過去話数に存在していたことが証明された QED。 証明します。みんなどうしたにゃ。3人ダブリーを食らったような顔して。嫌な予感がするわね。あ、マジかよ。またなのか。